はい、で次でよ。で、yet、none of this helps us in <im> the here and now。なるほど。<laughs> あ、なんこ文字だったあばいや。加工ちゃん。<noise> この言い方が面白いね。 あとはこの here and now をどういうふうに役にしたんですかえ今ここじゃあ聞いていいだったらなんで座がついてるの座がついて名詞になってるのはなんで単純な今ここじゃないからでしょで、普通に考えればわかるよえー、でもこういったものは none o this helps us えどれ一つとして我々の役に立たないね here and now 今ここでってなんだもちろんこのようだよね この世つまり生きてる間生きてる間は別にこれ役に立たないじゃないってね人は素晴らしいものだっていくら言われたところで実はこんな宗教の慰めこれは無駄だああ無駄だごめんなさいちょっと違った。でそれも いわゆるこの世で生きてる間役に立たない生きてる間は無駄だよねと宗教なんかにすがったところで宗教にはいろんな慰めがあるけれどもえそんなものは結局今この場で生きてるのには何の役目も立たないじゃないかと言ってるんでしょねえ。 And I'm thinking about death is useful only if it makes us concentrate on life. これは何を言ってんのかな、ね、だって「宗教に姿って無駄だよね」って言ってるんでしょでんで無駄だと思ってるのかというとそれはここに書いてあるじゃない動詞はこれとそれからこれえ説、ー、続詞関係詞は一 f 一子で死について考えることイコールユースフルで役に立つと言ってるこの部分はね第一パラの最後でも言ったんだよねそれ自体は悪いことじゃないよとこの知り方考えること自体は良いことだとね。 でだけどその死について考えることが役に立つのはね文分は終わっているこのオンリーが効いてるよねえオンリーフなんちゃらかんちゃら何とかの場合だけであるとこの場合だけしか役に立つのそれ以外の場合にはこの場合以外には死について考えたってしょうがないでどの場合って言ったらねえ it makes us concentrate on life ちなみにイットが指しているものは何?え「死だ」だ <laughs>、ね、そのこと言っあんた死んじゃうよ、ね。ちゃんとやりなさいよ。主語が代名詞ならそれは前の主語を指しているので前の主語ってのは「thinking about this」なんです。素直に読むの余計なこと考えないでで。 そしてメイクの愛語文系で右向きの矢印分かってるわけでしょつまり死について考えることによってね我々がコンセントレートオンライフ